え、2回3回。あー、それぞれの回数いけるんだ。あ、クソ強えや。女が一平だ。最高。なんかめちゃめちゃアイテムくれるんだが、2回はこんなもんと、3回もいますね。最高。まあ始末しておきましょうか。さあ、なんか職員用の鍵を手に入れたので、ここ25階に行けるようになりましたと。敵はまあ数は出てきますね、結構。ただ私の敵ではないですね、今。もうクソ強えやクソ強えや。最高。もうちょっと早い段階でも来れる場所だから、ここはそんなにまだ強くないって感じかな。オッケーオッケー、ガンガン倒してくで、なんか守りのみとかね、いろいろゲットできてるんで、まあ、全部ねミチコに使っていきましょうね、こういうのは。うぃー、みんな日本刀と拳銃持ってるから、え、音がえぐいや、えぐい。うへいうへいうへい、どけそう。うぅー、爽快すぎる。最高。さあ、ん、ここ屋上に続く道か。最高最高。うー、敵がどんどん出てくる。女が一平だ、一平だ。へい、最高。アイテムたくさん最強すぎ。最高。どんどん倒していくよ。拳銃で撃ち抜いたり、包丁と日本刀で切り裂いていくと。最高。アイテムはね、結構たくさん手に入ってるけど、キュウリがねないからな。もうちょっと欲しいな、キュウリ最高。地味にレベルも上がると。オッケー、さあどんどん行くよ。あれないのかな、最高。セーブする場所、セーブする場所欲しいな俺。最高。あ、いたやつか。出たよ、宇宙人。まさか僕のところにたどり着くとは。さすが僕が惚れただけのことはある。僕は宇宙から地球にやってきた。お前たちにとっては僕は宇宙人なのだろう。宇宙人。女子高生にする力があるくらいだから、実在してもおかしくはないか。せっかくだから僕が暮らしている UFO にお招きしよう。それが礼儀というものだろう。では僕の部屋に来るがよい。僕に会うことができれば本当に僕にとってふさわしい女であることがわかる。待っているぞ。なんだ、不思議だな。なんだキャテルミューティレーションされちゃう。宇宙船へワープ。お、ここは UFO でも、なんだろう、あの宇宙人に大したことない気がするなんでだだけどここで決着つけないと地球に戻れない気がする。宇宙人はさっさと倒してしまいましょう。あええ待って、デスターンってある。デスターンはやばくない。まあ様子見。あー、俺がクソ強えや。サンキュー。まあまあダメージ与えてきますね。あー、経験値が美味しい。ちょ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 、最高最高最高。まあこういうのもな、使っといてな。まあいけそうだけど、油断だけはしないようにしような。指がたくさんいら、追いかけてくるわけじゃないのね。超浸水デスターン、ウェイ。経験値ゲロ馬、経験値ゲロ馬なんだが、これできるだけ開けてった方がいいのかな。ちょっと指たちを倒していこうか。この辺にいる手をね全滅させてね。結構レベル上がりましたと。みちこ38、海山59、熊56、出川37。OK。
結構上がったんじゃないか。そしてまたたくさんの手がいると。 OK、 やっていきましょうか。結構海山のね攻撃力がえぐいのよ。一発クリティカルで9000とかでしょ、まあ、普通に攻撃してクリティカルめっちゃ出るね。まあ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 強いんじゃないですか。もうどん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 勝ってこうぜこういうやつら。でちょっとクマのね弱さがね際立ってきたかもしれん。一体一体倒せるようになっちゃったから。最高最高。わお、まあ、でも貴重な全体攻撃持ちだからね、まあ、どっかのタイミングで使って。おお、びっくりした。使えるタイミングはどっかに必ずあるはずだ、信じよう。オーケー、ここにいる敵も全滅させましたと。ほほほ、まだまだすげえいるな。倒しがいがあるんじゃねえか。行くぜ。さてこの辺にいる敵もね倒しましたと。レベルも42、69、63、41。いや海山が結構攻撃力化け物っすね。ここはお、これ最初の場所、とりあえずここではなさそう。やっぱそうだね、最初の場所だ。ってことは右下のとこに行かなきゃいけない感じか。なるほどね。いや迷子のクマもさ、よくこんなとこまでついてきたよ。連れてこられただけかもしれんが保健室のね先生もなぜかずっとここまで来てるというね、不思議すぎる。さあさあさあ、まあまあまあ、ここも道がありますと。右、おー、合ってるのか合ってるのか。とりあえず進んでいこうじゃないか。さあさあどんどん倒していけ。最高。さてさてさて、わあモンスターびっくりした。で、魔法陣がいくつかあるから、当たりがどっかに1個しかないんだな、きっと。これ逃げれん。あ、逃げれるわ。えい。あ、外すとこうやって戻っちゃうね。さて、この下か？おー、下だ、下だ、下だ。よくぞ、僕の部屋。よくここまで来れたものだ。数々の死角をくぐり抜けるとは。これでもう十分だ。僕と付き合ってくれ。そして結婚して、子作りしよう。それから地球でたくさんの子孫を繁栄し大家族にしていきたい。もちろん僕は死ぬまで環境を大切にする、幸せに過ごしていきたい。何か言うことはあるか。普通にキモいしねあ、振られた。ここに来て僕が言いたかった子なんだぞ。僕が女子高生にしてやったんだぞ。感謝してるんじゃないのか。僕のことが好きにならないのか意味がわからない。しかもこんなイケメンの姿になり、男子高校生の姿になったと大募集ならならなそこらのキモい男と変わらないし、見た目以前性格がちょっと性的に受け付けないよ。ごめん、恩を仇で返すは許せない。決めた、殺す、地球も滅ぼす。この僕はプクシャクシャクって、あの回復してないやつ宇宙人ちょっとキオリ、キオリを使わせてください。キオリを、キオリを食わせてくれ。キオリを食らう。海山いけるな。そして特殊技能パワーアップ、単体でしょ。強い攻撃力アップ。小惑星を落下させた。大丈夫か。おいおいおい、何かできる。これだ、デッドターンアクションだ。最高。でもさ、海山一発でさ、デッドターンアクションの攻撃力なんだよな。やべえよな。ちょっとさ、ガードアップとかなんかやっといた方がいいんじゃないか。パワーダウンやってみるか。パワーダウン18000、デッドターンアクション体当たり、はは、かわす。あー、勝ちですわ。これは我々はどうやら強くなりすぎたんじゃないのか。
終わりな宇宙人よ。デッドターンアクション。危な、マジで終わりだこれで。さあ通常攻撃で倒してやろうじゃねえか。一応念のためにキュウリでも食っとくか、心配だからな。総攻撃だ、キュウリ食べる。これでおしまいだ。よーし、ぐうーブラジャー、なぜブラジャー、宇宙人の見た目が変わった。僕をこんな姿にするとはつくづく許せない。こんなだったら地球でいろんな漫画とか観光とかして楽しむべきだった。次こそお前を倒す。何、宇宙人第二形態だぞバカな。ただキュウリ食っといてよかったな。デッドターンアクションよそんなの。そして海山通常攻撃、海山を強くする。行くぜ。クマ空気なんだが、いいダメージ。ミツコマリア何、睡眠毒。え、ちょっと待って、結構厄介だな。いや、ただここはゴリオス、デッドターンアクション攻撃、いいね、通る。起きろ海山、海山じゃない出川マリア。ただビビたるダメージ、ここは押し通せるでしょう。攻める、攻めあるのみ、いけ。よーし、よし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 、いいぞいいぞ。これでおしまいだ、バカなやつめ。宇宙人は元の姿へと戻り、もう理性が働くなえ、狂気と殺意だけが強くなった。宇宙人第三形態、え、リンゴ、まさかのリンゴ最終形態。ちょっと待って、まずいよこれは。怖いな。パワーダウンかけといて通常攻撃で海山、いやそうだな、毒状態がキープされちゃってるね。あ、キュウリミチコ食ってで通常攻撃のでバフをかけよう、パワーアップよ、パワーアップ。最高最高、クマの体当たり、ダメージ下げとくべきか、どうしようか。結構食らっちゃってるね。でも何回も使うわけにいかない。さあデッドターンアクションの時間だ。そして通常攻撃はデッドターンアクションの海山、そして出川外事、お前はスーパーヒールズ、全体に回復。うー、いいね、1021。あー、クマが死ぬ、クマークマ迷子のクマよくもやってくれたな。これスーパーヒールしかねえな。ガードアップもしたいけど、いいダメージ。おいおい、 SP が持ってかれた。キュウリ、これはもう通常攻撃しかない。いや、今こそ超浸水、生き返るクマ、ウィー、最高だぜSP 持ってかれるね、マジで。通常攻撃どんどんやっていくしかねえな。ガードアップ、ガードアップ、やばい、こっちのダメージがビビたるもんだ。強い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 、行け海山で、スーパーヒールス、いいダメージ、回復、よしよし、いいぞ、返してる返してる。さあここで通常攻撃、これでおしまいだ、いけるんじゃねえか。長かった、いや
強かった。キュウリをもしゃりと、もう確実に倒しに行こう。もしゃり、これでおしまいだ。あばよ、経験値1、極上レベルベのみ。ミチコ、お前だけ許さね。僕を殺しても僕の仲間がミチコを殺しに地球にやってくるだろう。その時地球はもう終わりだ。よーし、倒した。これで宇宙人消えた。これで、でも女子高生の姿のまま能力もそのまま使える。最強じゃねえかよ。これで私の出番。悪魔だ。おい、宇宙人支配された方がマシだと思えるぐらいの。ミチコの力により地球にいる全ての女性はキュウリとなった。これで私がナンバーワン。なんてやつだ。力を持っちゃいけないやつが力を持ってしまった。ミチコは地球に戻り、宇宙人がいた UFO を破壊する。強い。ミチコにとって邪魔である他の女性がいなくなり優越感に浸っていた。ディストピアや。ねえ、ベッドになんか死ねって書いてある。なんで。新しい朝が来た。全世界の女性をキュウリにできたから私はナンバーワンになれた。こんな幸せなことはない。だからツインテールにしたわ。マリアとかいうやつで私のがやっぱりツインテール似合ってるね。これからは全ての男性が私に寄ってくるに違いない。神様ありがとう。なんだ、なんだ、何かを感じる。ガチで倒しに来てる。あれ UFO、 あの宇宙人が言っていた仲間ね。しつこいわね。あいつらも私が倒してる。地球を平和にするのは私なんだから。日本じゃないところに着陸したように私の力ならもう海だって自由に歩ける。世界各地にいる宇宙人を排除しなきゃ。今度こそ邪魔を消し私がナンバーワンになる。え、海も歩ける、世界中歩ける。3つの UFO が襲来した。倒しに行きましょう。マジで。まあそれじゃあね、今回はラスボス倒したということで、女子高、元女子高生 VS 元女子高生終了としたいと思います。まだまだやり込み要素もあるみたいなんでね、気になる方はぜひダウンロードしてやってみていただければと思います。それじゃあ、ありがとうございました。じゃあね。